はい、どうもふむです。今日はですね、いすみ市のですねふるさと祭りを紹介したいと思います。11月3日明日ですね、開催されます。ちょっとね茂原市がこんな状態で、あれなんですけれども、一応いすみ市も私のですね生まれ育った町なので、あとね、前回の、台風15号、また19号とかでですね、大きな被害を、農作物なんかね被害が出ちゃってます。なのでね、できたらこういうお祭りがあるんで、皆さん来ていただければですね、賑やかしになっていただけなりますので、もしですね、放送の方に来るよっていうことであればですね、いすみ市のですねふるさと祭りの方に行ってみてはいかがでしょうか。私も明日はちょっとだけ手伝いに出ると思いますけれども、まあこれ書いてる通り第7回いすみ市ふるさと祭りってなってるんですけども、これ実際はですね、いすみ市になる前、三崎町時代から20年以上続いてるんで、もう30年ぐらい続いてるお祭りです。もともとは、商工会の商工祭りと、農林業祭りが合体してしたお祭りで、それがですね、いすみ市が合併したことによって、いすみ町の商店の方、農林業の方、あとは大原町の商業の方とかですね、農林業の方が参加するようになって、いすみ市の中ではですね、市内最大の店舗集結って書いてありますけども、一番大きなお祭りになっております。できればね、一度行ってみたらいかがでしょうか。一応ね、去年の様子をちょっとだけ、はい、まあ、これね全体像って、もう全体像はもうちょっとあれですけど、結構ね一つのグラウンド全部使って、ものすごい人出が出てきます。はい、続いてね、特に見どころというか、この、これ、農神会ってところがやってるんですけども、いすみ市のですね特産の梨とか、まあ、ここに見えるのはみかんとかじゃがいもですけど、梨とかお米とかそういったものが販売されています。あとね有名なのがこれですね、ポンと、はい、これいすみ市のいすみ地区ではですね今柿がすごく有名です。柿の産地ですね、今柿が美味しいです。こういった柿とかですね、はい、あとは花ですね、花もね柿生産組合っていうのがあって、通常ではですね通常より非常に安い値段で売っています。花も人気ですね、うん、ベゴニアとかがね、すごく、有名です、いすみ市では。はい、あとね、水産業もやってます。ただね水産業は朝一でバーッと売れてしまうんで、もう午後になっちゃうとこのようにねもうほとんど残ってない、昆布だけ、わかめかな、昆布だけしか残ってない状況ですけどね、朝うちだと、安いものがねすごくあるんでバーッとお客さんが来て買っていくような状況ですね。はい、あとはここね、市内のね木戸泉っていうお酒、地酒ですね、有名店ですけども、そういうところも販売してます。ちょっとここには出てきませんけど、おそらく大和町っていうですね、南魚沼市かな、姉妹都市になってるんで、おそらく今年もですね来ると思います。そうするとね八海山とかそういったものもね、このお祭りで、売ってます。でかなり格安なのでバーッと売れちゃいますけども、そういったね、ちょっとお酒好きの人にはたまらないものも売ってますんで、来てみてはどうでしょう。はい、あとは、このようにね、地元の若い子たちがね太鼓の演奏とか、
そういったものもね随時行っているようです。でこれはね周りでバーッと見ている様子ですけども、はい、こんな感じですね。はい、できましたらですね明日11月3日ですね、いすみふるさと祭り、これね、最寄り駅は JR 外房線の長者町駅ですね、歩いて10分ぐらいのところ、総合運動場が会場になってますんで、来て、もしね、そちらの房総の方に遊びに来るってことであれば、行ってみてはどうでしょうか。はい、あとね、以前から言ってる茂原市のボランティアの方、こちらの方もですね、当然のことながら、今も募集してますんで、そちらの方も行ける方はですね、行けたら行っていただければと思います。両方ともね、概要欄の方に、詳細の方を貼っときますのでよろしくお願いします。それとふるさと祭りについては去年ねちょっと撮影したのもあるんで、去年の模様なんかどんな感じかなっていうのは見たい場合は一応それもリンク貼っときますのでよろしくお願いします。はい、それでは今日はちょっとメインね、いすみふるさと祭りの お知らせでした。それではさようなら。